G418 は、ゲンタマイシンに類似した構造のアミノグリコーシド系、抗生物質である。真核生物に対して遺伝子操作を行った細胞を選択するために用いられ、主に治療ではなく、研究目的で使用される。硫酸塩として流通しており、ジェネティシンと呼ばれることも多いが、これは、ライフテクノロジーズ社の登録商標である。1974年、 シェリング社の研究チームによって、放線菌、マイケロオミノスパーローダアンジャ NRRL5326 株から、単理された。シェリング社は、後期性虫薬としての利用を想定して、研究を進めていたが、化学療法剤として実用化されることはなかった。G418 は、タンパク質合成のうち身長反応を阻害する。 通常のアミノグリコシド系抗成物質が新生細菌の 70S リボソームによるタンパク質合成を阻害するのに対して G418 は深核生物の 80S リボソームによるタンパク質合成も阻害する。同様に 80S を阻害するアミノグリコシド系抗成物質としてハイグロマイシン B がある。 新核細胞を形質転換する際に、洗濯薬剤として用いられる。洗濯マーカー遺伝子は、トランスポゾン由来のニ o i 遺伝子を用い、この遺伝子により、アミノグリコシドリン酸転移酵素が発現することで G418、耐性となる。一般的には、細菌や藻類に対しては5マイクログラム、ミリリットル以下、哺乳類細胞に対しては400マイクログラム、 ミリリットルの濃度で用いられる。しかし指摘濃度は細胞株や耐性遺伝子を運ぶプラスミドの種類に依存するため実験系ごとに容量を決める必要がある。ありがとうございます。